こんばんは、おみやです。今日はですね、2020年10月の総集編をお届けします。ではどうぞ。宇都宮にあります喜楽さんに行ってきました。油で揚げていない焼きカツやステーキやハンバーグが人気のお店です。名物の焼きカツは宇都宮ガーリックソースとレモンを絞って食べるのがおすすめだそうです。注文の際に呼び鈴でお知らせくださいと言われたので。押すんじゃないですか、普通に。何をやってるんだろうって思ったんで。サラダがやってまいりました。いただきます。いただきます。気楽に行こう。この後焼きとんかつとハンバーグがやってきたんですけれども、ソースをかけておはるさんがハンバーグを一口食べたところまで撮ったんですけれども、カメラの不具合で映像が撮れていませんでした。大変申し訳ありません。ということで、熱々のうちにもう一回ソースをかけます。ハンバーグなんですけれども、柔らかくとても美味しいですね。このガーリックソースが、最初の一口がニンニクの味がグワッとくるんですけれども、その後はさっぱりした味わいで後引く味ですね。焼きカツなんですけれども、レモンを絞った後にガーリックソースをかけて食べたんですけれども、あっさりしてるんですけれども、このガーリックのパンチがあり、サクサクの衣でお肉も甘みがあり、焼いてあるので香ばしく大変美味しいです。しかしこの焼きカツ、ステーキカツといったところでしょうか。あっさりしたカツにこのパンチのあるガーリックソース、おとなしめな子が派手派手の服を着ちゃったかのごとく、プロレスラーでいうところの蝶野正弘が白いバタフライ宣言男だった、蝶野正弘が黒いバタフライ男になってしまったかのごとくの焼きとんかつです。このステーキソースのかかった玉ねぎも安定感があります。キロ斎藤の1000トンぐらい安定感がありますね。いやー、本当にご飯が止まりません。もう笑顔になっちゃいますね。 JY パーク状態ですね。最初のカメラの不具合で落ち込んでいる僕をこの曲が勇気づけてくれました。気楽に行こう、気楽に行こう、気楽に行こう。お肉が食べたくなったら気楽に行こう。気楽に行こう、気楽に行こう、気楽に行こう。お肉が食べたくなったら気楽に行こう。ということで、喜楽さんのオリジナルソングを聞いて、喜楽さんのお肉を食べて笑顔になりました。お店の人の人柄も良く、大変満足しました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。落ち込んでるおみやにカツを入れてあげるわ。カツカツ焼きカツ。続きまして、宇都宮市にありますマロ男爵さんに行ってきました。ハンバーグやナポリタンが人気のお店で、豊富なジャガイモ料理とアルコールを楽しめるお店です。早速ドリンクがやってまいりました。乾杯。さあ、ホタテとポテトのアヒージョの到着です。フランスパンがついてきます。魚介のとてもいい香りがします。いただきます。いただきます。私はメイクイーン。さあ、アヒージョをフランスパンの上に乗せて食べたんですけれども、ホクホクしたジャガイモ、オイルに魚介エキスとニンニクの風味が合わさって、フランスパンとの相性もバッチリです。さあ、ポテトのマヨネーズ焼きなんですけれども、焼けたマヨネーズのいい香りがします。コーンビーフが入っていますね。濃厚なマヨネーズの味、コーンビーフの塩味、そしてホクホクのジャガイモ、チーズとマヨネーズが合わさってたまりません。特にマヨネーズ好きの方には食べてもらいたいです。さあ、そしてこのマロバーガー L サイズ、とても大きくて、潰して紙に入れて食べてくださいとのことなんですけれども、とにかく大きくて、なかなか紙に入れることができませんでした。ちょっとね、うまく入れることができなかったため、食べてる最中にね、ちょっと崩れてしまったので、あまりうまく移すことができなく、大変申し訳ありません。ふかふかのバンズにベーコン、レタス、チーズ、大きいパテ、マッシュポテト、オニオンフライ、卵、特製ソースが入って、とにかくお肉が美味しいんですよ。濃厚な肉の旨味に、そこにマッシュポテトとチーズが加わってたまりません。
マッシュポテトもとてもいい味付けで、金色のマッシュといったところでしょうか。もう清まろう。私はキャンチョメが大好きでした。おはるさんはこのバーガーの特製ソースが大変気に入ったようです。ドリンクとの相性もバッチリです。お酒との相性もバッチリで、おはるさんの白ワインもどんどん進んでいきます。ルネッサンス、どうもおはるるい086世です。ということで、あっという間に飲み干し、おかわりのエルコルティホソーバニオングランを注文しました。そして早速おはるさん、次来た時はハンバーグで赤ワインを飲んでやると宣言していました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おはる勝った。うわあ。続きまして、足利市にありますラーメンショップ足利50号店さんにやってまいりました。私にとってのラーショのデビュー戦です。ネギラーメンには味付け白髪ネギ、わかめ、穂先メンマ、刻みチャーシュー、海苔、味噌ラーメンにはごまが浮いていますね。この背脂がいい感じですね。いただきます。いただきます。はじめまして、ラーメンショップ。まず味噌ラーメンのスープなんですけれども、濃いですね。そしていい感じの味噌缶に背脂のコク、醤油ラーメンも同様にとても濃厚な味です。ネギラーメンはよく混ぜてから食べるとさらに美味しくなるということで、よく混ぜてからいただきました。生きてる麺と言われているだけあって、プリッとしていてとても美味しいです。気さくで話しやすいマスターにこの麺のことを聞いたところ、この辺りのラーメンショップさんは北関東支部と呼ばれていて、麺は小山で作っている三つ葉フードさんの麺を使用しているとのことです。さあ、そしてやっぱり入れたくなりますよね、ニンニク。朝からニンニクマンになりたいと思います。まあ間違いなく合いますよね。濃いスープにニンニクのパンチが効いて、ラーメンマンのキャメルクラッチのような破壊力です。バッファローマンでいうところの1000万パワーハリケーンミキサー状態です。そして豆板醤、チャーシュー、ネギ、そして海苔を巻いて食べたんですけれども、もうたまりませんね。海苔巻きせんべいならぬ海苔巻きご飯です。そしてあられちゃんのごとくキーンとスープで追いかけていきます。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。プリッとこってり、私みたい。小山市にありますヒカルンチさんに行ってきました。女性の方一人でも入りやすいとんかつ屋さんということで、私一人でも来れちゃうわとおはるさんも言っています。そうしてる間に前菜の到着です。いただきます。いただきます。ノーザンライトスープレックス。さあ、この刺身こんにゃくなんですけれども、酢味噌かと思ったんですけれども、甘めのタレでとても食べやすいです。レンコンやごぼうサラダもとても優しい味です。そしてレディースセットのお刺身とヒレカツ、特上ロース定食の到着です。噂通り荒ぶった衣ですね。まずはおはるさんのお刺身から、鮮度が自慢ということで甘みがあり、イカやタコはコリコリとした食感が楽しめます。ヒレカツなんですけれども、程よく柔らかく衣がサクサクしています。ヒカルンチさんのヒレカツ、一番星のように光っています。ハセヒロシの裏投げ、そしてノーザンライトスープレックスかのごとく光っています。さあ、そして私の特上ロースカツなんですけれども、お肉の甘みがすごいんですよ。使用している豚肉が小山豚のおとんというお肉を使用しているそうです。衣もサクサクして軽いんですよね。香ばしくてたまりませんね。さあ、レモンを絞って食べてみたんですけれども、やはりね、相性抜群ですね。本当にね、この衣が雪の結晶、雪の花のようですね。今年最初の雪の花はとんかつの衣でした。このキャベツにかけるソースなんですけれども、程よい酸味があり、とんかつの後に食べるととてもさっぱりします。この豚肉甘いんですよ。油もあっさりしてて、食後も胃もたれをしない感じですね。完食です。食後のスイーツなんですけれども、
ショコラの方なんですけれども、温かく濃厚なショコラに冷たいアイス、ベリーソースが素晴らしいアクセント。プリンなんですけれども、濃厚なんですけれども爽やかさがあり、とろけるようなプリンですね。グレープフルーツの果肉も爽やかさを醸し出してたまりません。本当にカフェができちゃう勢いですね。おしゃれなとんかつ屋さんということで、正直舐めてましたね。舐め猫でしたね。舐め猫免許証は舐められたら無効ということですが、この前私親戚の猫に舐められてしまい無効になってしまいました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか急に画質が悪くなったわ。いやこれほんとマジで、んー治れ、んー治ったわ。続きまして下野市にあるレストランクライさんに行ってきました。卓上アイテムですが、醤油、ラー油、アイラブユーなんちゃって、冗談はさておき、この壺に入った油に使ったニンニクがとてもいい仕事をするということです。耳元から壺はいかがとお春さんの声が聞こえてきそうです。さあ早速やってまいりました。ホルモン定食ご飯大盛り、レバーの単品、いやすごくいい匂いがします。いただきます。まずはホルモンからなんですけれども、非常に香ばしく味が濃く、ご飯がどんどん進みますね。プロレスラーでいうところのハルク・ホーガンのようです。レバーなんですけれども、こちらも同様に香ばしくあっさりしていて、嫌な臭みもなく食べやすいです。グレートムタといったところでしょうか。オイルに使ったこのニンニクをホルモンとレバーにかけて、一味唐辛子をかけて、明るい時間に暗いさんでスーパーニンニクマンになりました。もうねすごい破壊力です。アックスボンバーを食らったかのごとくの破壊力です。これは確かに皆様がリクエストしてくるというのがよくわかります。一番っていう感じですね。これは確かにたまらないですね。ご飯だけじゃなくて、もちろんお酒にもぴったりですね。お持ち帰りして家でゆっくりとお酒を飲むのもいいですね。レバーとホルモンを混ぜて食べたんですけれども、もう悶絶&感動です。この美味しいホルモンレバーが混ざるのは、もう混ぜるな危険状態ですね。まさしく1993年の福岡ドームでグレートムタとハルク・ホーガンが対戦した後、その年の9月にその2人がタッグを組んでパワーウォーリアーとホークウォーリアーと対戦したのを思い出します。それぐらいの感動です。完食です。ごちそうさまでした。お店を出た後、僕の目の前に座っていたおじさま方とお話をさせてもらったんですけれども、店内にいる時から YouTube 頑張ってくれ、応援しているぞと言ってくださって、どんどん映してくれと言ったんで映したんですけれども、じゃあ放送に使いますねと言ったら顔出し NG と言われました。続きまして、佐倉市にあります八尾島飯店さんに行ってきました。さあまずは春巻き2本と麻婆丼の到着です。いただきます。いただきます。カルロス・アントニオ・ポンセ。さあまず春巻きなんですけれども、王道の味ですね。太陽ホエールズの高木豊、加藤博和、屋敷要のスーパーカートリオのように勢いをつけてくれる春巻きですね。食べやすいように半分に切ってあり、皮がサクサクなんですよ。個人的にはね、この中のあんが皮を引き立たせてくれているっていう感じですね。麻婆丼なんですけれども、ひき肉感がしっかりしていて、マイルドな味付けですね。どんどん食べられて元気になっちゃいますね。阪神にいたトーマス・オマリーの六甲おろしを聞いたかのごとく元気になっちゃいますね。このスープが小エビ、卵、海苔が入ってとてもあっさりしてますね。元巨人の尾形選手のようにさっぱりしてますね。さあ、そして五目焼きそばなんですけれども、私、超ドストライクです。キクラゲ、チンゲンサイ、エビ、イカ、タケノコ、ウズラ、肉、人参など、たくさんね、具材が入っていて、麺も外はカリ、中はふわっとしていて、醤油とオイスターのこのあんがしっかりしていてたまりません。まさにスーパーカートリオの後にやってくるカルロス・ポンセのような破壊力です。さすがホームラン王、そして2年連続打点王といったところでしょうか。チャーハンなんですけれども、とてもね、優しい味ですね。シトパラナチャーハンでレタスがいい仕事をしてますね。
エビも大きく香ばしくてプリプリです。安定感のあるチャーハンですね。太陽ホエールズ時代、打率3割を4年連続で達成した安定感のあるジムパチョレックのようです。しかしながらに私、この五目焼きそば本当にハマってしまいました。屋敷尾形の豆類が好きだったように、八尾豆飯店さんの五目焼きそば私も大好きです。そしてお腹が苦しいわと言っていたおはるさんなんですけれども、その割にはバクバク食べてますね。昔巨人にいたガルベスのようにわんぱくですね。そしてこのひき肉感満載の麻婆豆腐もたまらないですね。カメラを引いてひき肉がここにいました。おはるさん完食です。かと思ったらおはるさん食べ盛りでしょうか。僕のチャーハンをさらにむさぼって、そして私も完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。掛布バース岡田のバックスクリーン3連発のような美味しさだったわ。続きまして、那須塩原市にあります海坊主さんに行ってきました。予約していたのですぐにネギトロ丼が来たので、カメラが追いつかず店員さんが持ってきてくれた缶の映像にしてみました。お通しのエイヒレとクラフトビールも到着です。さあ、このネギトロ丼のビジュアルすごいですよね。いただきます。いただきます。海坊主こと伊集院隼人。おはるさんのクラフトビールなんですけれども、非常に飲みやすく、後からいい苦味がやってきます。このネギトロ丼なんですけれども、まずは別皿に避難訓練をさせたいと思います。このシティハンターに出てくる海坊主を彷彿とさせるかのごとくの、この大きさと形、そして何とも言えないもっこり具合、海坊主のように優しいですね。そして滑らかな食感、酢飯との相性もバッチリで、おはるさんも私の100トンハンマーぐらいの破壊力だわと言っています。断面なんですけれども、このようになっていて、ご飯ネギトロ、ご飯ネギトロといった感じに盛られています。そして味噌汁先輩します。味噌汁先輩ですが、しじみの味噌汁ですね。コクがあり、後味がすっきりして、しじみチャンスといったところでしょうか。茶碗蒸しも出汁がしっかりと効いていて美味しかったです。さあ、ここでおはるさんがお通しのエイヒレを焼き始めました。私のバズーカ砲を食らえ。エイヒレなんですけれども、香ばしく甘みがあり、マヨと七味との相性もバッチリです。おはるさん大絶賛です。もうこれだけでマジいけるよ。おはるさんの釜飯の到着です。バター、ご飯、だしのいい匂いがしますね。具材ですが、しめじ、たけのこ、いんげん、鮭、いくら、生姜、バターが入っています。バターの風味がよく、いくらの塩味が味を引き立たせてくれて、おはるさん大変お気に入りです。そしてとても熱々です。さすがに 1.1 キロだけあって、すごいボリュームですね。おはるさんはあっさり釜飯を完食してしまいました。そしておはるさん、ここ最近食欲が爆発してますね。情けない男ね、私が食べてあげるわと言って、ビールのおかわりとともに食べてました。絶好調ですね。中畑清ですね。完食です。その後、生牡蠣1個300円とウニ巻き和牛2個880円を注文しました。この後店内は満席で賑わっていたんですけれども、追加の料理がね、なかなか来なかったので、店員さんに聞いてみたところ、結構来ると待つ感じになるんですかね。そうですね、お料理提供が今1時間以上のプレートになっちゃうので、こういうあれなんですか、プリントも待つ感じになるんですかね。グリーンだったらすぐ出しています。あー、はい、ホール側でできそうなメニューは基本すぐに出るとは思うんですけど、厨房の方で頼んじゃうやつに関しては、はい、一応あの動画で説明するのも、あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。といった感じとのことなので、参考にしてください。さあ、生牡蠣なんですけれども、とてもね、さっぱりしていて、クリーミーというよりもさっぱりしてますね。非常にね、食べやすいですね。ウニ巻き和牛なんですけれども、いや、ウニが濃厚ですっごい美味しいですね。私個人としては、ウニが非常に濃厚なので、和牛は添えるだけといった感じですね。しかしながらに和牛の食感がいい感じですね。個人としてはここに海苔を巻いたらもっと美味しくなるんじゃないかなと思いました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え
電ヒレで燃える女、食欲絶好調女、どうも皆様こんばんは、中畑おはるです。カウントダウン。壬生町にありますカルダンさんに行ってきました。雰囲気のいい喫茶店でいつの間にか僕の会社の後輩くんが常連さんになっていました。果物が甘くて最高ですと大絶賛していました。さあ、そしておはるさんのグラタンがやってまいりました。いただきます。いただきます。マシンガンチョップ。グラタンなんですけれども、とてもクリーミーで濃厚なんですけれども、後味がさっぱりしてますね。玉ねぎ、チーズ、マカロニと非常にシンプルで、プロレスでいうところのプロレスの神様カールゴッチのジャーマンスープレックスのようです。さあ、そして私の注文したオムライスの到着です。いや、とても美しいですね。ケチャップがかかっていて、このしっかりとした卵にこのケチャップライス、トロトロ半熟卵がストロングスタイルなら、こちらは王道プロレスといったところでしょうか。ふわふわの卵にケチャップの風味が突き抜けますね。具材も玉ねぎと鶏肉と非常にシンプルです。そして見てください、この大きな鶏肉。鶏肉だけど鶏肉食わなかったです、なんていう王道のギャグを言ってみました。いや、しかし店の雰囲気もいいんですけれども、ご主人と奥さんの人柄も大変いいです。猫舌おはるさん、僕のオムライスを食べて悶絶しています。なんだかんだでシンプルが一番ね。マサ斉藤さんもへそで投げるバックドロップを基本と言っていたぐらいだからね、とおはるさんが言っています。さあ、ここでおはるさん、タバスコで味変をしました。クリーミーな味がね、引き締まってとても美味しいです。完食です。まずはおはるさんのアイスコーヒーなんですけれども、酸味が少なくてね、非常にね飲みやすいです。ミックスジュースなんですけれども、大変美味しいです。バナナとリンゴの主張が結構強めでね、小橋健太のマシンガンチョップのようにガンガンきますね。シンプルなんですけれども本当に美味しいですね。佐々木健介と小橋健太のチョップの打ち合いのようにシンプルなんですけれども素晴らしいですね。さあ、そしてこのバナナチョコパフェなんですけれども、トロトロのバナナがたまりませんね。一糸乱れぬ髪型、木戸治といったところでしょうか。甘いチョコクリームが追いかけてきます。木戸治の娘でプロゴルファーの木戸めぐみちゃんといったところでしょうか。そして気づいたらいつの間にかおはるさんにパフェを食べ尽くされていました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パフェは甘くても私は甘くないわ。おみやさん最近太りすぎね。私がスパルタ教育してあげるわ。2020年10月最後の動画は矢板市にあります川島屋さんに行ってきました。さあ、そしてやってまいりました。とんかつ定食は小鉢におしんこ、味噌汁先輩がついて、味噌ラーメンはとてもいい匂いがします。いただきます。いただきます。川島ダリア。味噌ラーメンなんですけれども、スープはあっさりしてるんですけれども、コクがあり、ニンニクが少し効いたスープになっています。麺は細麺ですね。喉越しを楽しめる麺ですね。野菜はキャベツ、もやし、玉ねぎ、人参、ネギとたくさん入っています。炒めてあるので香ばしく、シャキシャキして大変美味しいです。まさにいろいろな方に楽曲を提供している川島ダリアさんのようです。さあ、そして私のとんかつなんですけれども、とても分厚いです。分厚いんですけれども柔らかく、脂身と赤身のバランスがとてもいいです。衣が香ばしく、ご飯がもう止まりませんね。まさに日本代表ゴールキーパー川島英二選手の守りのように分厚いですね。小鉢はチンジャオロースですね。とても優しい味なので、とんかつとの相性バッチリです。ゴールデンカップスに入って、地味なレスラーからビッグマウスを連発して活躍してきた高山義弘選手のようです。おはるさんもこのとんかつを食べて、このとんかつの分厚さ、おみゃーのだらしないお腹とは違って、ハルク・ホーガンやレックス
するが、マッチョマンことランディ・サページのような分厚さでとても美味しいわ。ちょっとね、おはるさん何言ってるかわかんないんですけれども、味噌汁先輩なんですけれども、チワス、チワス、チワス。味噌汁先輩なんですけれども、結構ね、人参やキノコなど具沢山でね、最初にね、味噌の味がガッてくるんですけれども、そこまでね、濃くなく、ちょうどいい味でね、そしてね、まろやかさがやってきます。と言っていたら、おはるさんが安城用事のように憎たらしく、私のご飯を強奪して、ラーメンスープに浸し食べていました。We are golden cups! そしてね、この端っこのね、脂身の部分がとろけて、たまらなく美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっぱりキャプテン翼のゴールキーパーと言ったら森崎くんじゃないかしら。そう何度も抜かれてたまるか。ああ、森崎くん鋭いパンチング。だが届かない。はい、と言ったわけで、2020年10月の総集編をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。